どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォー実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が、3.2%ということですね。はい、非常に厳しい状況でございますけども、まあ、頑張ってね、降壇しないようにやっていきたいなというふうに思っております。さあ、お相手1級の方ですね、やっていきましょう。今ね、4連敗中とかなんですよね、絶不調。なんでこんなに連敗するんだっていう、わかんないです、自分でも。負け込みすぎるとね、ちょっと周り見えなくなりますよね。ちょっと冷静にやっていきたいなと思います。負ける時のパターンってね、もう大体ね、決まってるんですよね。どういうパターンで負けるかというと、角筋を見逃してのうっかりが圧倒的に多い。圧倒的に多いっすね。もう、まごうことなく、それが一つの原因です。ちょっと一回銀ぶつけていってみて、桂馬、とりあえず一回引きますか。これは角交換待ったなしっていう感じだと思うんだけど、一回ここに桂頭の銀打っとかないと、こっちに桂馬なられちゃうから。あ、間違えた。なんで桂馬で取っていかなかった、今。なんかこういううっかりがマジで多い。多すぎる。なんで？なんでそんなことしちゃう？シンプルに疑問なんですけど、なんでそんなことしちゃうんですかね。困りますね。2分。ここに銀打たれちゃうってことね。はい、それはもう分かりました。で、これでと金作っておいて、引いていってくれないんだ。引いていってくれないということで、これと金作られちゃうっていうことだから、これは良くないよね。まあ、下から歩打っておきますか。桂馬、攻め手がきつい。香車もらっといて、これで厳しいって、厳しいってなんだこの厳しさ一瞬じゃん話ならん。実力差ありすぎる。相手1級なのに、私がつまり3級4級レベルということなんでしょうか。うわ、マジか。今何、あ、お前が後手だ。強敵じゃん。2級の方ですね。はい、やっていきましょう。いやー、2級と戦わないといけない。さすがにいくらなんでもきついよ。きつい。ダメだなぁ、マジで勝てないなぁ。なんで将棋ってこんな勝てないんだろう。格上と戦ってるわけじゃないんだけどな。参りましたね。いや、参ったね、これは本当に。なんかな、この飛車もな。はい、これで交換していって、おや、
これは待てよ、ここの角打ち効かないから歩がもう一枚あればな、叩けるんだけどなと思ったら、そういうわけにはいかないという話になっていて、まあ、今度この歩突きですね。いやさすがに2級に負けるわけにはいかないっすよ。3ランクしたじゃん、3ランク。今度この歩をタダ取りしますよっていう話。2分30秒。これで1回歩ついといて、はいはい、これで歩得ですね。ナチュラルに、ナチュラルに歩得です。ここの歩取っていきたい気持ちもあるよね。ちょっと取っていってみる。王手になるし、どうしよう、この角いじめるか、この角をいじめるのがいいのか。あーと思ったら桂馬跳ねてきちゃった。桂馬跳ねてきちゃったら、こっちも桂馬跳ねますか。違うな、なんか論点をそこに持ってきてるのがちょっとそもそも違う気がするな。なんか2分。確かに2級にうまいことやられてますね。ただただうまいことやられてます。ただひたすらに上手にやられてる。なんかいい手ないのかな。なんかいい手ないんですかね。1分30秒。一回この辺に角打つか。まあ一応なっていくっていうのが本戦です。でこっちの歩を取り込むっていうのもまた、嫌だな、なんか嫌ですね、非常に嫌ですね。とりあえずここに歩打つか。こんな感じか。1分。これ意外と時間厳しくなってくる可能性ある。時間が厳しくなってくる可能性あるよね。はい、これで、ただ角がこっちでできちゃう。間違えた。あ、出てこないわ、普通に。そうそうそう、そこへ引いてくれることを狙ってたんですよ。その通り。これでちょっと打開できるでしょう。若干打開できるはず、慣れるし。慣れるので、はい、これ引いて、うん、これでどうにかなったか。これでどうにかなったんじゃないでしょうか。はい、
はい、これでついつい進めていって30秒。桂馬そこそこに桂馬は別に。20秒。角これでここに時間切れ。あ、はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。まあ、2級のお相手ね、2級の方を相手に、まあ、時間切れ勝ち、まあ、これが私の本当の実力という感じなんでしょうかね。悲しくなりますね。お前が死んでた。さあ、初段の方ですね、新石田竜王の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、これでここに角が来るのか、なるほどね。はい、これで歩ついていっちゃダメ、なるほど。まあ、そりゃそうか。はい、これで王様寄っていって、寄っていって、一回飛車回っていってみて、これでも銀打てるよね。銀打てたら悪くないんじゃないの、これ。というか今のは間違いなく銀ならずが正解でした。完全に銀ならずが正解だった。いや、マジでないわ。ないっすね。はい、これで一応飛車を捕まえたっていうことが言えるのか。はい、言えました。飛車捕まえた、言えて、とりあえずここに飛車打って香車もらいに行こう。香車もらって、これでここに歩打ったら、桂馬もらっちゃう。相手歩切れですよね。相手歩切れで、でここに歩が打ってて、銀挟みになるから、一応それが狙いですよね、どう考えても。あ、バッカー、もう手癖が、手癖というかひどい。もう刺した瞬間に気づくんだけど、考えずに刺すからそういうことになるわけですよね。この裏から歩打たれるっていう、あ、香車打たれるっていうのがありつつ、まあ、そうなるよね。そうなるけど、1分30秒。桂馬でも打つ。逃げていかれる。この辺に銀打つか。とりあえず強撃みたいなことをなんとなくイメージしながらやっていこう。だけどこれ強撃になってないから、
違ったな、なりだったな。ことごとく間違えていくじゃん。桂馬欲しいよ。桂馬欲しいですよ。悔しい。どう考えても良くないもんな。角で来られて、桂馬、桂頭の銀、桂頭の銀やっといて、この銀何なの。1分。はい、強者打っておこう。で、こうね、こう。やばい、間違えた。あー、ぶね。こうね。これで、まあ、一回銀打って、打てないんだ。30秒。まあ、これの銀打ちが詰めろかな。はい、これで逃げて、逃げて、20秒。そうなんだよね、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 そうなんですよね。これで、これで生かしてもらえないの。10秒。いやー、これ厳しいのか、これ厳しいのか。いや、これで勝ったか、これで勝ったはず。はい、大戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。大戦ありがとうございました。お疲れ様でした。あれ、これ何試合目あれ何試合目か分かんなくなったんだけどあれか、連勝数を見ればいいのか。連勝数見て、2連勝中、これ2試合目かな ?2 試合目ですね。はい。これで、達成率が 3.3%。まあいいか。あれ達成率 3.3%? あれこれ何、お前が5点だ。何試合目だ。あー、来たー。絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝ちたい、絶対勝ちたい。バンワバト欲しい。あ、お願い、マジで勝たして。うわー、鬼神使いたいぐらい欲しい。バンワバターが。バンワバターください。バンワバター欲しいっすね。ひたすらに欲しいですね。はい、これで金上がっておいて、で、歩ついていって、銀もらえますか。2分30秒。これは一回引いておいて、一応割り打ちの銀とかやっておく？割り打ちの銀。割り打ちの銀やっておいて、で、これでなっていくっていうことで、多少悪くない形になってると思うんですけど、なってこられちゃうけど別に良くないかっていう話もあるよね、これね。なんか考える時間もったいないな。まあでも一応あれか、安全策で行った方がいいのか。2分。はい、これで取っていって、で、これは跳ねていきましょう。これ跳ねていって、ここに歩ですね。桂馬打って、今
はもう取っちゃった方が良かったのかな、飛車を。飛車を取っちゃった方が良かった説ありますかね。1分30秒、まあ、それはね確かにあるのかもしれないけど、優勢であることに変わりないよこれね。はい、逃げま、これ逃げませんね。取って OK ですね。これは勝った、さすがに。相手水平線効果だけだもん、もはや。はい、これは勝ちですね。はい、完全に万王アバターを、カンパしました。これで取って、はい、これで銀打って角打って、はい、銀打って頭金までですね。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。しゃー、やった、万王アバターゲット、嬉しい。もう早速バンオアバターにしよう。月山さんアバター欲しかったんすよ。バンオって漫画は結構好きで読んでて、達成率 4.2% になったということで、これね、これね、これマイアバターに設定します。やったー、嬉しい。将棋を300年指してきた吸血鬼、長きにわたり腕を磨くが、正体を隠し目立たないように生きてきたっていうね。はい、ジャンププラスで連載中の万王の、アバターゲットしました。ありがとうございます。これで、はい、がっつり万王アバターになってますね。これで今の、達成率が 4.2% ということで、無事に達成率もちょっとだけ上がって、いい感じになってきたんじゃないかなというふうに思います。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。やりました。月山さんゲットです。ありがとうございました。お疲れ様でした。